皆さんおはようございます。おじさんです。ですね、ダメ元でやってみまーす。根性が足りないけど練習しないと本当はいけないんですけどね。せっかくなので、やってみます。オークス。本当はオークスに出れないはずなんですけどね。日本ダービーですけど、まあ、オークス、たまたまタイミングがあったので、ダメ元でやってみまーす。ということで、始めてみます。オークス。さーて、どうでしょう。ですね、ネイチャーでやってみます。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。うん、厳しいメンバーってはっきり言われました。ま、いきます。せっかくあったので、まあ、チャレンジということでやってみます。オークス、初めての挑戦です。本当は練習しないといけないんで、本当は菊花賞がなんか目標になってたんですけどね、まあ、メンバー的にきついと思いますが、とりあえずですね、やるだけやってみまーす。何位までいけれるかな。でもここできつかったら3000きついですからね。まあ成長があるということを期待して、まあ調教でこれで、まあ、レースでちょっとレースがてらで調教も使ってみます。ちょっともしかしたらあれが下がるかもしれないんで、まあ本当は G2 かなんか狙えばいい、あっちもオープン特別かなんかの方が良かったんでしょうけど、まあとりあえずせっかくタイミングがあったので、なんかオス馬ばっかり出てるんですけどね、本来出れないメンバー、本当は出れないメンバーのオークスですから面白いかなということでチャレンジしました。本当は牝馬じゃないので出れませんからね、姉ちゃんも。なんかトモムクロスとかなんか結構出てたぞ、オスが。まあ雰囲気だけ味わいましょう。ということで、多分ないと思います。7番人気なんだよ、一応。へえ、5倍に入れることはないんだよ。タモムクロス無理だ。アイネス夫人持たないでしょ、2400ね、逃げ切っても。先行馬が前を固まる団子状態になってますね。あら、姉ちゃん、外走ってますね。これ怪しいな。届かないな。よく見たら外走ってますね。逃げた、アイネス夫人。
やっぱり外外回ってたからきついですね。6着かということです。ご視聴ありがとうございます。